琴都団八和宮は、香川県関音寺市の琴都団山の最も高い山頂部にある神社である。旧社格は、県社。三角点は別の峰にある。ふもとに、随心門があり378段の参道があるが、一方通行のドライブウェイがあり、車で頂上まで行ける。そのふもとには、新公殿や数々の拙者や、広い広場があり、秋祭りの時は、 町内の太古代が集結する。八幡神として、応神天皇、神宮古豪、玉寄姫命を祀る。神仏集合の時代には、当社が四国八十八箇所第六十八番札所だった。現在は新四国万羅麗城二十三番、佐抜き十五社の十四番でもある。伝承では、大宝三年三月、琴都段山で、非正上人が修行していると、 彼方の空が明動し、琴を引く沖縄を乗せた船が漂着。その沖縄は、宇佐より至る八万、大菩薩なり、この地の風光さりがたしと突撃へ、商人はこのお告げを監督し、里人と共にその船を新州とし、琴と共に山頂に運びつったのに始まるとされ、社名の琴団はそれに由来する。同時に、当社の神宮寺として、後に、 四国八十八箇所第六十九番札所観音寺となる神宮寺法公園を建立した。大道二年四国を暗夜中の空海が当社に参拝、琴都段や和田の本寺仏である阿弥陀如来を描いて安置し、神仏集合の神社となった。その後、当社が同第六十八番札所に定められ農協は別当の観音寺で行われた。中世には源氏の通景を受けた。 源の頼親は、前九年の役に前に使いを立てて、岩門を治め、その子の義家は社殿を造営し、神名を奉納した。義経は、八島の戦いの後に、平血糸を祈願して、馬と鳥居を奉納し、頼朝は千刊文の土地を寄進した。明治の神仏分離により、本寺、阿弥陀如来画像は、観音寺境内の西近道に移され、古都神社と改名され、 観音寺の別当職は解消された。その後の第二次大戦後、こと団やわたぐるとまた勝した。大祭宮入り大祭中狂い全国から絵馬を募集し、優秀なものを表彰している。1985年から始まった。2011年は754点の応募があり、これまでの応募総数は約1万7000点となった。 二22密造寺二十三金玉やわたぐう24周林寺。ありがとうございます。